乗客・乗員171人を乗せたアメリカのデルタ航空機がおとといエンジントラブルを起こし硫黄島の自衛隊基地に緊急着陸していたことが分かりました緊急着陸したのは関西空港を出発しグアムに向かっていたデルタ航空294便です国土交通省によりますと旅客機はおととい太平洋上を飛行中に2つあるエンジンの片方でトラブルが起き 一番近い硫黄島の自衛隊基地に緊急着陸したということです乗客乗員171人にけがはありませんでした乗客はすでに出国手続きを終えていたほか基地内に待機できる場所がないことなどから代わりの旅客機が到着するまでのおよそ6時間にわたって機内で缶詰状態だったということです国土交通省は硫黄島に民間機が着陸するのは極めて珍しいとしています